J リーグエクスプレス、しっかりやれよ。喜んで喜べるぞ。こんばんは、あさりです。藤川です。こんばんは、リポーターの諸岡です。先週までですね、もう2週にわたって津波さんが、もう非常に充実感もたっぷりなんで、もう弾んでいた津波さんだったんですよね。もうそれがなんかこう果たされましてですね、何かこう安心感で幸せいっぱい。そう、やっぱ人を好きになることっていうのは大事ですよね。大切ですよ。大切ですよね。だからそれ人間違えるじゃないか、お前。言いたい人が俺は最大者なのに人を好きになるの。そうか。あ、そうか。ねえ。だってこれで好きな人と会いに行くって言ったら。ああ、そうだ、ね。好きな人はね、そういうことだ。憧れの人と会ったってね。憧れの人、ブラジルのサッカー選手ですよ。今日はですね、実はですね、先週から話題のですね、非常にまた質問、深刻な質問が来ていますので、お二方に答えていただきたいと思います。ああ、そうですよね。独占 J リーグエクスプレス。独占 J リーグエクスプレス。さて、深刻なお便りというのはですね、長野県のペンネームアントラーズラブさんがいただきましたがね、はいはい、以前この番組で、男の一人エッチの話をしましたよね。いろいろとまあ相談になって、一日何回とかだとか、いろんなまあ我々の体験談とか、ね、話しましたけども、それにつきましてアントラーズラブさんは、津波さん、藤川さん、諸岡さん、こんばんは。以前男の人の一人エッチの話が出ましたが、一人エッチですね、はい、私は13歳の女ですと。お、一人エッチは女の子も一日に何回もやっていいのでしょうか。この年なんで親にも聞けません。どうかよろしくお願いします。教えてください。13歳の女、一人エッチ、なんかしついそ話になってしまいますよね、思わずね。早いね。どこの方ですか。地方ですか。地方です。長野県。長野県、早いですよ。大塾の子いますから。もう13歳に見えないような子は10歳、まあ、確かにね、色っぽい13歳いるもんね。色も体も大人の体しててね。しかし確かに早熟はいますでしょうけど、13歳中学1年ですよ。だって何回ことはもう、じゃあ何回かしてるわけですね、やっぱり。1日、多分そうでしょうね。リストラ回数はね。だから彼女の疑問、質問という悩みというのはですね、まあ1日に何回かやってると、このまま野放しにやってたら私はもう虜になってしまうんじゃないかっていう悩みだと思うんですよ。もう山本凛だろ、もうどうにも止まらない世界ですね。どうにも止まらない。ずんてこんた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 真面目に悩んでるんでしょうけど、だから、まあいかがなもんでしょうかというね。まあ回数の問題じゃないから。回数じゃないよ別に。どう、はあはあ、例えば、タイプじゃない、やり方。本当の、だから、ね、もう気持ちを込めて一回でガッといくとかね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、そうだよな。それもいい意見だよ。だから何回にもこう、分散してやっても。そうですね。思いっきりこうスカッとした気持ちだ。だけどほら、女性の場合はですね、男みたくこう、ピュッと出せばですね、あ、終わりっていうのがないじゃないですか。今ラジオの、ね、お聞きの皆さん、手つきを見せなかったよね。ピュッて言うからね。スナップ聞いちゃってんだもんね。女性の場合はですね、そういうのありませんから。そうです。お前知ってんのかよ。いや、僕も一回やったことある。お前、まあ、結構ね、わかんないですよ。はい、結構上り詰めてるまでに。いや、だ女性の場合だってわかんないじゃないですか、本当に。そうなんですよ。だって、だからね、答えようもね、一つないんですよ。わかる？わかる。いや、だって、じゃあ、わかんない、わかるっていうか、自分でほら、その、人によって違うじゃん、その時間がだから。すぐバーって経験が上がっちゃうし、極める人と、極める人と、なかなか。遅い人とね。どこが頂上なんか分かんない人と。分かんない人と。だから回数こなして経験しろって言って、言ってない。13歳なんですから。ね。で、先ほど、津波さんの話がありましたけどね、はいはい、やり方というのが非常に僕はこれ大事なんじゃないかなっていう。そうですよね。男の場合は本当にやりいか手のひらありがとうというね。やりいかちょっと。ありがとうって、それで終わりなんですけども、女性の場合は。今結構、巷に情報が溢れすぎてて、そうなんです。変なね、歪んだオナニーの仕方とかする人がいますから。そうそうそう。まあ、普通、ちゃんとその、基本形があるじゃないですか。はい。そっから入っていただいて、あんまりエスカレートしない方がいいですよね。増えてとか病気になったりしますから。そうですよね。でも綺麗にミューズで洗ってですね。そう、もう手洗って。手洗うのは基本ですよね、やっぱね。準備整えてたと思う、もちろん。ねえ。で、イメージを膨らます、そのものを使ってね。はい。もう誰か憧れの人がいるんだったら、その憧れの人をですね。はぁはぁ。すごいいいイメージをとってですね。それで、
衛生的に寝る前に、寝る前にお母さん来ないの確認して、そう鍵閉めて、閉めて、で仰向けに寝て、仰向けに寝て、パンツの上からこれは、まあ、ちゃって、パンツの上からっていうのは重要ですね、バイキンが入んないと。だからまずですね、ちょっと一回津波君でやってみてください。俺でな。あ、俺を。お前じゃねえよ、バカ。津波君をどうどうしてイメージしてんだ。俺、出張かと思ったよ。お前、お前。まず津波君をですね、イメージして。この、何ちゃんか、アンドラザブさんのですね、はい、頭のイメージで想像してまずやってみてください。はい。それで、おはがきをまたください。なるほど、うん。どういう感じだったか。津波君がどうしてる時のイメージでやったのか。おはがきですよ。6割とか。そうだよ。ね、まあ、しかしまず、まだ13歳で、これからまたいろんなことを経験するわけですから、で、これだけにこう溺れないようにね、我々はこう、先輩として、大人として。下手にしたら、女同士の関係いっちゃうかもしれませんね、それ覚えちゃったら。そういうね。そうですね。基本は体のその快楽だけじゃないですからね。そうですね。心はいつも健全にいてほしいですね。うん、そう、精神の快楽。変化を持たせてね、だから右手だけじゃなくて、あ、左手他人の手みたいって、そういうね。せっかく綺麗にまとめようとしちゃった。心を健康って健康に行きましょうよ。最上問題ね、これね。最上問をね、このお知らせの間にね、はい、津波さん、藤川さんとね、盛り上がっておりましたけどもね、まあ、とにかく悩みがあったらですね、おじさんたちに聞いてごらん、はいはい、ということで、その場に合わせた、我々の経験を生かした、適切なですね、アドバイスをお送りしたいと思いますんで、一度何回最高やったかっていうお便りもですね、一つ男女問わずいただきたいなと思っておりますが、はいはい、この番組は指番号 100-87 日本放送独占ジェイリングエクスプレス、津波くん、藤川くん、諸岡くんに聞けの係でお待ちしております。それでは今日はこの辺で。